皆さんこんにちは、日本語の先生のりこです。今日は教科書のシリーズですね、上級への扉の中から第10課、第10課に自動販売機の内容があるんです。自動販売機、ベンディングマシーン、それについて話していきたいと思います。日本には自動販売機がたくさんあるんですね。自動販売機だらけです。どこにでもある。本文ですね、225ページの中の文をちょっとだけ読んでみますね。聞いてください。東京の街を歩く、次々と目に入ってくるカラフルなデザインの自動販売機。日本を訪れた外国人は、自動販売機が街中にある風景に驚くらしい。アメリカでは自動販売機は大抵建物の中にあって、外に置かれていることはほとんどないが、日本ではどこにでも自動販売機がある。街の中だけでなく、田舎の誰も通らない道や山の中にさえ自動販売機が置いてあるほどだ。私が住んでいるイギリスでも自動販売機はありますね。でも大体建物の中、大体じゃない、100% 建物の中にあります。それは外にあると危ないですよね。誰かいたずらしたり悪いことしたりする人が必ずいるからなんですね。でも日本では、これは日本がまだ安全だからということもあるかもしれませんが、道に、外に、建物の外に普通に置いてあるんですね。そしてこの自動販売機は便利といえば便利です。暑い時は冷たい飲み物が買えます。寒い時には温かい飲み物を買えます。ホットコーヒー、ホットティー、温かい緑茶、グリーンティー、そしてスープね、例えばコーンスープ、トウモロコシのスープなんかも売っている。温かい飲み物を買えるんですね。さらにはですね、飲み物だけじゃないんです。お酒の自動販売機、タバコの自動販売機、カップラーメンにお湯を入れて出してくれる自動販売機、花、フラワー、卵、雑誌、漫画、おもちゃ、とにかくいろいろな種類の自動販売機があるんですね。本当に不思議です。ね、なぜ泥棒、悪い人は何もしないのか。イギリスだったら多分外にこんなものがあるとすぐに壊されてお金を盗まれると思うんですね。でも日本ではそんなことがないんですね。不思議です。安全なのかな、やっぱり日本は。でも自動販売機が外に置いてあって本当に壊されるっていうところことを聞いたことがありません。でもね、便利といえば便利かもしれないけれども、私はあんなに自動販売機が必要なのか、いらないんじゃないかとも思っています。電気代の無駄ですよね。ね、ビジネスをする、自動販売機を作っている人に関してはコストがあまりかからないかもしれない。ね、だって人がいらない、カスタマーサービスをする、例えばスタッフがいらないわけですから、無人で人なしで24時間物を売ることができる自動販売機は、自動販売機をしている、そのビジネスをしている人にとっては、コストがかからないかもしれない。でも、本当に必要なのかなと私は思うんですね。本当に無駄だと私は思っていて、先日、日本でいらないもの、必要ないもの、無駄だと思うものについて私話しましたね。覚えていますか？それに私はこの自動販売機を付け加えたいと思います。タバコの自動販売機もあるんですね。昔々私が子供の時には自由に買えました。変な話、
私の父親はタバコを吸う人だったんですね。まあ今は禁煙してタバコは吸いませんが、私が子供の時、父親はタバコを吸っていました。そしてね、私に時々お金をね渡して、ちょっとタバコを買ってきてくれなんてことを頼まれたことがあるんです。まあ今では本当信じられないような話なんですけれども、お使いに行っていました。私は子供です。自動販売機に行ってお金を入れてタバコが買えました。でも今はもちろん厳しくなっていて、タバコの自動販売機はその買う人が大人かどうか、法的にタバコを吸える年齢かどうかを確認する仕組みになっています。ですから今は子供は自動販売機でタバコは買えませんね。あと昔々はね、お酒、ビールを売っている自動販売機も私の町に、私の家の近くにあったりしました。しかもですね、田舎にあるんですね。田舎の何も周りにないところにポツンと自動販売機が置いてあったりする、不思議な光景なんですね。あと卵や野菜を売っている自動販売機は、まあ普通の自動販売機よりもちょっと大きくて、コインロッカーみたいな感じなんですね。コインロッカーだけれども、まあ窓、ガラスになっていて中身が見える。だから何を売っているかわかるんです。そしてそこで商品、卵とか野菜を見てお金を入れて、そこを開けて取り出して買うというコインロッカータイプの自動販売機も最近あります。あとどうしてって思うのがコンビニ。コンビニ、皆さんわかりますね。コンビニエンスストア。これも日本にたくさんあります。まあコンビニは本当に私は好きで便利だと思ってるんですけれども、コンビニの中に飲み物を売っています。でも、コンビニの建物の外にも自動販売機が置いてあることがあるんですね。これって本当に何？無駄じゃないですか？だってコンビニの中で飲み物、同じ飲み物買えるんですよ。でも、コンビニの外で自動販売機でも売っている。不思議ですね。無駄ですね。でも、まあ、この教科書、上級への扉の第10課の読み物によると、日本人の8割以上が自動販売機は生活に必要だと考えているそうです。はい、それでは今日は、上級への扉の第10課、自動販売機について話してみました。皆さんの街には自動販売機がありますか？どんな自動販売機ですか？教えてください。